ああ、残念だが、昭和入社の君の席はもうないぞ。最年少で業界1位と12億の商談成立させた俺が新しい部長です。というわけで、あなたはもう不要ですので。俺に向かい、ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべる二人。普通なら絶望的な状況だろう。しかし俺は心の中でよしと叫び、ガッツポーズをした。俺の名前は斉藤、51歳。小さい頃に事故で両親を亡くし、親戚の家で育った。親戚はあまりいい人たちではなく、俺は常にのけものにされていた。こんな家から早く出たいと思った俺は、昭和が終わりに迫った1988年に中卒でとある会社に就職。当時会社はまだ規模が小さく、俺みたいな中卒でもすぐ雇ってくれたのだ。採用後、俺は営業部に配属となり、51歳になる現在までずっと営業一本で働いている。俺を拾ってくれたのが創設者であり、一代目社長の誠一社長だ。履歴書も用意せず飛び込みで会社へ訪問した。俺から話を聞いた誠一社長は、俺と同い年の息子がいて放っておけなかったらしい。おかげですぐに採用となった。お前と同い年なのは上の息子でな、こいつは出来がいいからあまり心配してないが、下の息子がな。父親業も大変ですね、社長。まあな。俺が苦笑いを浮かべながら言うと、社長も苦笑いで返してきた。息子たちと年齢が近いからか、誠一社長はよく俺に愚痴や相談をしてきた。長男の康介さんは大学まで進学した後、会社を設立してうまくやっているらしい。会社経営者の父の姿を見て、自分で一から会社を作りたくなったのがきっかけだと聞いた。何度かうちの会社に来たことがあり、少しだけ話をさせてもらったことがある。誠一社長に似てとても優しい人だ。一方、次男の周平さんは、康介さんより偏差値の高い大学に進学したのだが、それを鼻にかけているらしい。周平は何かと康介と張り合っているんだ。その上周平は兄の足を引っ張ることばかり考えているんだよ。康介さんがお金を稼いで車を購入した際、周平さんはそれを無断で乗り回し、車を故障させてしまう。周平さんは悪びれもせず、また稼げばいいだろう、とヘラヘラしていたそうだ。そんな状態が小さい頃から続いていたせいで、大人になってから二人はほぼ絶縁状態。康介さんはすでに別の会社を経営しているため、おのずと次男の周平さんが筆頭候補となる。誠一社長は、会社を譲るなら身内がいいと考えていたため、他の候補は上がらなかったのだ。性格はあまり良くないかもしれないが、別の会社に就職して真面目に頑張っているようなので、誠一社長は次期社長を周平さんにするよう、役員や顧問弁護士に話をしていた。ちなみに周平さんが別の会社に就職したのは誠一社長の考えだ。まだ社会経験も積んでないタイミングで父親の会社に入ってしまうと、社長の息子という立場に甘えてしまうと誠一社長は考えたらしい。別の会社で働かせて経験を積ませながら次期社長としての教育を受けさせていたとのこと。一方俺も中卒ながらコツコツと実績を積み、40代後半で営業部の部長に昇進した。入社当時より規模が大きくなった会社のさらなる成長のために自分の仕事にも励んでいた。そんな中、誠一社長が倒れた。いつも通り出勤しようとした誠一社長だったが、玄関先で倒れてしまい、救急車に運ばれてそのまま緊急入院。回復することはなく、ほどなくして亡くなってしまった。突然の悲報に、俺や他の社員は悲しみに暮れる。しかし、悲しんでばかりでは会社を維持できない。予定通り、二代目社長は周平さんが就任することとなった。
働いていた別の会社はすぐに辞めて、こちらの会社へ移り、手続きを進める。社長に就任してからしばらくの間はおとなしかったのだが、就任して半年もする頃には、だんだんと自分勝手な振る舞いが目につくようになる。社長、また自分の身内を採用したらしいぞ。これで何人目だ？社員たちが呆れたように話しているのを聞き、俺もこっそりため息をついた。それ以外にも、周平さんは社用車をプライベートで乗り回したり、会社の経費で遊んだり、自己中心的な振る舞いをしているらしい。そしてこの度、周平さんは自分の大学の後輩を営業部の新入社員として採用した。どうも、浅田です。よろしくっす。間延びした声でヘラヘラとした挨拶をしてきた浅田くん。彼が営業部にやってきてから、部署内の空気はなんとなく暗く沈んでいる。でも仕事はできるみたいなんだよな。営業成績はかなりの売り上げを記録していた。一方、他の社員はあまり成績が振るわない。部署の環境を整えるのも部長の役目だ。ところが最近は外の仕事が忙しくて、あまり社内に滞在できない状態が続いている。直近では海外出張があり、さらに時間が作れない状況だ。どうしたものかと俺は大きなため息をついた。部署が心配だった俺は、大急ぎで海外出張の仕事を終わらせ本社に戻る。すると長田くんからこんな報告を受けた。部長が海外に行っている間に、業界1位の会社と12億の商談を成功させました。すごいじゃないか。我が社の最年少記録更新だぞ。この程度どうってことないです。褒められてまんざらでもなさそうな長田くん。しかし、一方で営業部の社員たちは沈んだ顔をしていた。どうしたのだろう、と首をかしげていたら、昼休み、部下の一人に呼び出され、衝撃的な事実を告げられる。業界一位の会社と商談を成功させたのは、長田じゃなくて俺なんです。え？彼は以前、営業部で成績一位だった社員だ。最近は成績が低迷していて、調子が悪いのかなと思っていたのだが、なんと、長田くんは以前から彼の功績を横取りしていたらしい。社長の権力を振りかざして、俺や他の社員を召使い扱いしてるんですよ。外出が多い部長の見ていない間に好き勝手やってるんです。半泣きでそう訴えてきた部下は、とても嘘をついているようには見えない。今まで何度も部長に相談しようと思いましたが、口外したらただじゃおかないと脅されてたんです。俺ずっと我慢してましたけど、もう我慢の限界です。彼の話によると、他の社員も同様の被害を受けているらしい。そこで俺は、長田くんにバレないよう、こっそり他の社員と面談し、事情を聞いた。その結果、営業部のほぼ全員が、長田くんから何かしらの被害を受けていることが判明。数日後、俺は長田くんを会議室に呼び出し、彼から話を聞き出そうとする。え？そんなことしてませんよ。実際にそういう話が出ているんだよ。これがもし本当なら、君のことを上に報告しなければならない。そうっすか。部長は知りませんでしたっけ？俺、社長の後輩で可愛がってもらってるんですよ。そう言いながら、長田くんはにたりと笑う。俺に歯向かったこと、後悔させてあげますよ。昭和入社で時代遅れの部長さん。そう言い残すと、止める間もなく会議室から出て行ってしまった。そしてその翌日。ああ、残念だが、昭和入社の君の席はもうないぞ。正確には部長という君の席はもうなくなった。君は平社員に降格だ。最年少で業界1位と12億の商談成立させた俺が新しい部長です。というわけであなたはもう不要ですので。突然、社長室に呼び出された俺に向かい、周平さんと長田くんがニヤニヤと笑いながら言い放った。は？どういうことですか？
周平さんはわざとらしい大きなため息をつきながらとんでもないことを言ってきた。俺の可愛い後輩に他の奴の功績を横取りしたとか、とんでもない冤罪をかぶせようとしたらしいな。それに君みたいな古臭い昭和入社の社員は新しい俺の会社には不釣り合いだ。平社員になっておとなしくしておきなさい。にたにたと笑いながらそんなことを言う周平さん。これに対し俺は慌てて反論した。俺の部下たちから長田くんから受けた被害の報告を複数受けています。会社のためというなら俺ではなく彼の処遇を考えた方が。黙れよ。周平さんは鋭い声で俺の言葉を遮った。お前は俺の大学の後輩に舐めた態度を取ったんだぞ。長田は俺の身内だ。俺の身内をバカにすることはすなわち俺をバカにすることになる。お前は自社のトップに歯向かったんだよ。中卒のカスのくせにな。先ほどの丁寧な口調から一転し、乱雑な口調で俺を罵倒する周平さん。彼はさらに罵倒の言葉を投げかけてきた。だいたい前からお前のことは気に入らなかったんだよ。あのクソ兄貴と同い年だからっていう理由だけで、親父に拾ってもらった社会のゴミが。ゴミのくせに部長に昇進するとか、身の程知らずにも程があるだろう。そして、周平さんは長田くんの方を見て、ニコリと笑顔を浮かべる。その点長田は、俺と同じ優秀な大学を卒業している。部長にふさわしいのは長田のような人間だ。長田くんも笑顔を浮かべて、周平さんの言葉にうなずいて返した。あのまま何も知らず無能な部長を演じてくれていたら、ここまではしなかったんですけど、これが社会の厳しさってやつですよ。いい勉強になりましたね。そう言い、ゲラゲラと下品な笑い声を俺に浴びせてきた。あなたはこの会社を追い出されて、ろくな学歴もなく再就職も難しいでしょうね。それもこれもあなたの自業自得です。恨むなら自分の頭の出来の悪さを恨んでくださいね。ははは、いいこと言うじゃないか、長田。それでこそ次期部長だな。そういうわけで、お前はこの会社に不要だ。なんなら辞めてもらっても構わないぞ。嫌みったらしい顔で、下品な笑い声を上げる二人。そんな二人を見て、俺はあっさりとこう言い放った。わかりました。じゃあ退職いたします。は？気の抜けた声を上げたのは周平さんだった。辞めてもらっても構わないと今社長がおっしゃいましたよね。なのでお言葉に甘えて辞めさせていただきます。邪魔者の俺が辞めると聞いて喜ぶかと思っていたのに、二人とも無然とした表情になった。なんだつまらん、もっと抵抗するかと思ったのに。ですね。どうやら二人とも俺が困って抵抗する姿を見て楽しもうとしていたみたいだ。あまりにも性格が悪すぎる発想に、俺は思わず顔をしかめる。退職願いを用意してきます。これ以上二人と同じところにいたくなくて、俺は社長室を後にして自分のデスクに戻った。手早く退職願いを作成して自分の荷物をまとめる。部長、もしかして。ああ、会社を辞めることになった。そんな、部長がいなくなったら俺たちはどうすれば。営業部の部下たちが困惑した様子で俺を引き止めようとする。そんな部下たちに向かい、俺はゆっくりと口を開いた。みんな聞いてくれ、実は。俺の言葉に部下たちは全員驚きの顔を見せた。それから3ヶ月後、俺は無事に転職に成功して別の会社で働いていた。周平さんや長田くんは俺が低学歴だから転職できないと罵倒してきた。しかし彼らの予想を裏切り、俺は今も正社員で働き続けている。それもこれもあの人のおかげだな。俺をこの会社に呼び寄せてくれたとある人物に心の中で感謝しながら、俺は今日も仕事に勤しんでいた。そんな俺のもとにある人物から突然電話がかかってくる。はい、もしもし。
本当は無視したかったけれど、スルーしたら後が面倒だと思ったので、仕事を中断して電話に出る。すると相手は悲鳴混じりの声でこんなことを言ってきた。お前、うちの社員を大量に引き抜いたな。おかげでうちの会社は大混乱だ。そう叫んだのは周平さんだ。俺は驚きもせず、冷静にこう言い返す。ええ、引き抜きましたよ。あなたのお兄さんの会社にね。なんだと?そう、俺をこの会社に呼び寄せてくれたのは、周平さんの兄である康介さんだったのだ。誠一社長の葬儀に参列した際、俺は久々に康介さんと再会を果たす。そこで康介さんからこんなことを言われたのだ。実は父が亡くなる前にあなたのことを頼まれたんです。あの会社は俺の弟が継ぐことになりますが、父はあなたのことを心配していました。もし最悪の事態になったら俺のところに連絡してください。そんなやりとりがあり、連絡先をもらっていたのだ。周平さんは前から俺のことが気に入らないと言っていた。誠一社長はそれをなんとなく察していたらしい。どうしようかと考えている間に倒れてしまい、駆けつけた康介さんに俺のことを頼み、そのまま意識を失ってしまったとのこと。何もなければそれが一番ですが、どうなるかはわかりません。我が社はすでにあなたの席を用意しています。いつでも連絡してくださいね。その話を聞いたときは、そんなまさかと思っていたのだが、誠一社長の機運は当たってしまった。周平さんに呼び出され、長田君と一緒になって罵倒されていたとき、俺はこれ以上この会社にいたくないと思った。転職先のあてもある。だけど、俺から辞めると言い出したら、さらに嫌味を聞く羽目になるだろうとげんなりしていたのだ。そしてあの時、周平さんから辞めてもらって構わないという言葉が出てきて、思わず心の中で、よし!とガッツポーズをした。これで手間が省けると思い、即座に退職を決意。そして俺はすぐに康介さんに連絡し、彼の会社に転職してきたというわけだ。しかし、俺が退職してしまったら、後に残される部下たちに迷惑がかかる。長田君からの悪行を部下たちから聞いた際、俺の頭の中にはすでに退職の文字が浮かんでいた。周平さんに呼び出される前に、俺は康介さんにこんな相談をしていたのだ。というわけで、俺が辞めた後の部下たちの処遇が心配です。何かいいアイデアがあれば教えていただきたいのですが。すると彼はあっけらかんとこう返してきた。なら全員うちの会社に来ればいいですよ。そちらの営業部の社員たちはみんな優秀だと聞いています。現在我が社は事業拡大を狙っていて、社員を大量募集しようと準備を進めていたのですよ。ちょうどいいタイミングでしたね。予想外にも嬉しすぎる提案をしてもらい、俺は会社を去る前に部下たちにこのことを打ち明けたのだ。結果、部下はほぼ全員、康介さんの会社に転職を決意。新しく部長になった長田君は、辞めていく部下たちを何とか引き止めようとしたが、誰も彼の言うことになんか耳を貸さなかった。そして最後の一人になった時に、長田君が理由を教えてくれと懇願し、そこで俺が引き抜きをしたことが判明。そして無事に全員引き抜きができたので、このタイミングで、周平さんに飛び切りの爆弾を落としたというわけだ。よりにもよって兄貴の会社だと?俺を舐めやがって、引き抜いた社員を全員返せ。さもないと訴えてやるぞ。斜め上の発言をしてくる周平さんに、さてどうやって返そうかと考えていると、俺のスマホを誰かが横から奪い取った。どうも、御社の元従業員です。俺は絶対に戻りませんので。いつの間に集まっていたのだろう。俺の周りにはあの会社を去った部下たちが集まっていた。別の部下が電話を代わり、冷たい声で周平さんにこう言い放つ。俺たちを会社に戻す。土下座して頼まれたってお断りです。その後も次々と部下たちが周平さんに対して拒絶の言葉を浴びせる。というわけなので、
その頼みは聞けません。俺の元にスマホが帰ってきた時には、電話の向こうの周平さんは涙声になっていた。このままじゃうちの会社は存続できない。全員とは言わないから、半分。いや、三分の一はうちに戻してくれよ。いいえ、お断りします。会社がどうなってもいいのか？お前の恩人である親父が作った会社だぞ。父親を出しに使い始めた周平さんに、密かに怒りを感じながら、冷めた声で後悔した。今はあなたの会社です。こうなったのはすべてあなたの自業自得だ。誠一社長も分かってくれるでしょう。俺の言葉に電話の向こうの周平さんは、年甲斐もなく泣き声を上げる。これ以上は時間の無駄だと判断した俺は、そのまま通話終了ボタンを押した。その後、周平さんの会社は混乱が続き、業績に多大な悪影響を及ぼしたらしい。大量に抜けた社員の補充を急いだが、営業部はガタガタの状態が続き、長田くんにはそれを収める力がない。採用されてもすぐに辞めてしまう人ばかりで、どうしようもない状態だそうだ。昔からいた別部署の人たちも愛想を尽かして次々と会社を去っているとか。この話は、コウスケさんの会社に転職してきた別部署の人から聞いた話だ。このままでは倒産の危機に陥るだろう。俺にはもう関係のないことだ。いつか俺が天国に行った時に胸を張って誠一社長に報告できるよう、俺は今日も精一杯働いている。